どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は三国新世の動画を作っていきたいんですけども、今見ていただいている食弓と言われるテンプレ編成なんですけども、僕の持ってる部隊の中で一番に戦法レベルがオール10になったということで、すでに対人戦に出撃させております。で、こちらの食弓と言われるテンプレ編成なんですけども、シーズン2においてはですね、最強との呼び声も高いぐらいですね、強力な編成ということになってるわけなんですけども、一応 PK シーズンでのですね、テンプレ編成の一覧の中にも載ってるんは載ってるんですけども、果たして使う価値があるぐらい PK シーズンでも活躍してくれるのかっていうところがですね、疑問に思われてる方も多いんじゃないかなと思いますので、今回はですね、もう対人戦に出撃してかなりサンプルが溜まってきてますので、その保存した戦法を確認していきながら、この、生殖の地という絆効果が発生する食弓と言われるテンプレ編成、PK シーズンにおいてどのぐらい活躍してくれるのかというのをですね、皆さんと一緒に見ていきたいかなと思っております。そしたら早速確認していきましょう。はい、まずは孫昌公太子時、周体の部隊と対戦した戦法ということになってるわけなんですけども、ケチョンケチョンにやられてますね。こちらは1500ぐらいしか削れてないのに、2万ぐらい削られての敗北ということになっております。で、この相手の部隊なんですけども、この孫昌公が孫権に変わったりすると、一応テンプレ編成ということになってるんですけども、この武将はですね、その強力な武将同士をなんか交換したとしてもですね、割とテンプレ同等の強さを発揮してくれるということになってますので、こちらの部隊もですね、十分強い部隊なので、負けるのもしょうがないかなと思うんですけども、この3人の編成ですね、っていうのがですね、その、食弓にとって非常に相性の悪い部隊ということになってるわけなんですけども、それなぜかと言いますと、こちら、主将の諸葛亮の、固有戦法の新奇妙算ということになってるんですけども、これはですね、アクティブ戦法 を相手が発動した時に 35% の確率でそれを、止めて、で、さらにダメージを与えるという非常に強力な戦法となってるんですけども、この相手部隊のアクティブ戦法って、この奮戦力投だけなんですよ。これはまあ回復戦法ということになってるわけなんですけども、他の8つの戦法に関してはアクティブ戦法じゃないので、この諸葛亮の固有戦法が全然活かされないということになるわけなんですよね。なんで、ちょっと部が悪いかなっていうのとですね、こちら、射石陰雨という戦法を太子時に積んでるんですけども、こちらの戦法は、目標の統率を150減らした上に、最新状態にするということで、アクティブ戦法が打てなくなってしまうんですね。で、こちらの戦法ですね、なんと、この戦闘はですね、4ターンで終わってるんですけど、4ターンのうちに6回も発動されちゃってるんですよね。これは太子時の固有の連撃のせいということになるわけなんですけども、でですね、こちらの、食弓の部隊はですね、この、砲塔の連関係と呼ばれる固有戦法ですね。こちらがメインアタック戦法ということになってますので、この戦法が打てなかったら、相手にダメージを入れる手段っていうのが、ほとんどなくなってしまうんですよね。なんで、連関係が発動してくれることが、一応勝利の前提ということになってるわけなんですけども、だから、この太平同胞みたいなですね、その固有戦法の発動率を上げるような戦法も一緒に覚えさせてですね、この連関係をなんとか打ってもらおうとしてるわけなんですけども、この射石陰雨をですね、連発されたことによってですね、連関係が一回も打てないまま、砲塔部隊が壊滅しちゃってるっていうことなんですよね。こうなってしまうと、もう勝ちの目はないと。で、さらにですね、ワンチャンある諸葛亮の固有戦法の新奇妙さんもですね、相手にアクティブ戦法持ちがほとんどいないので、発動しようがないっていうことになってますので、これでは勝てないですよね。なんで、この部隊っていうのは、割と食弓メタな部隊ということになってると思います。なんで、その、こちらと相手の兵種相性がイーブンだったとしても、まあ、叶うわけがないかなということでですね、納得の負けかなと思います。なんで、仮に、この食弓を使う場合はですね、こういった部隊とは対戦しないことをですね、お勧めさせていただけたらと思います。次は大都督パーティーとの勝負ということになってますね。で、周遊陸村ロシクということになってますので、シーズン3から組めるようになった大都督の強化バージョンということになってます。なんで、かなり強い部隊ではあるかなと思うんですけども、一応引き分けてます。でですね、こちらが2万ぐらい削ってるのに対して、相手はこちらを1万5000ぐらいしか削れてないということでですね、結構優位性を保ったままの引き分けということになってます。で、兵士相性は同じ弓同士ということになってるんですけども、これだけまあ引き分けることができたんだったらですね、ある意味勝ちに等しいんじゃないかなと思います。ただですね、この勝負を決められなかった要因といたしましては、
こちらの混迷乱城ですね。これはですね、敵軍単体の武力、統率、知力、速度を38ダッシュするということが書かれてるわけなんですけども、これでですね、周囲にですね、知力を38奪われて、さらに周囲の知力が38増えるみたいな感じになってるんですよね。これが8ターン中4回発動されてしまってるということでですね、かなり属性を、減らされてしまった状態ということでですね、一応この連関係、砲塔の固有戦法がですね、3回発動してるんですけども、1万ちょいぐらいしか削れてないわけなんですよね。なんでここら辺で火力を奪われて、しかも相手の耐久値も増えてっていうことでですね、負けちゃってるのかなという気がしますね。でさらにですね、こちらもですね、諸葛亮が混迷乱城ですね、8ターン中6回も発動してくれてるっていうことでですね、相手より、優位に立ってるのかなと思いきやですね、この、周囲にはですね、地形と呼ばれる戦法ですね、これは、敵軍2人の武力、知力を38減らすということで、なんか混迷乱城の劣化版みたいな内容になってるわけなんですけども、こちらもですね、一応その8ターン中3回も発動されてるということになってるので、割と属性がガタガタにされちゃってるところがあるんですよね。っていうのもあってですね、本来連関係が3回も発動してくれて、混迷乱城6回。で、さらにですね、砲塔の固有戦法も発動率低いのに5回も発動してくれてるということでですね、勝って叱るべきだったんですけども、こんな感じで引き分けちゃってるっていうことでですね、割とその同じ弓部隊にもですね、なんか干渉できないっていうのはちょっと悲しいかなっていう気がしますけどね。ただ、相手の部隊さんもですね、レベルの合計においてはですね、完全にこちらの部隊より上になってますし、周囲なんかはもうランクマックスになってますからね。なんでめちゃめちゃ強い方ということも考えるとですね、引き分けられただけでも良かったのかなという気も若干するのはするかなというところですけどね。次は孫太郎と呼ばれるテンプレ編成との対決ということになってますね。なんかゴートばっかりやってますね。で、こちらに関してはですね、今まででも一番ひどいぐらいですね、惨敗してるということですね。こちらは600も削れてないのに、25,200きれいに削られて、完全にボコボコにやられてるということになっております。ひどいですね。で、この相手の編成はですね、シーズン3から組める編成になってるんですけども、とにかく強いんですよね。なんで負けてもしょうがないはしょうがないかなっていう気がするんですよ。でですね、さらにこの、対指示ですね、対指示が殺傷御坊ですね、なんと8回も発動してるんですよね。で、ちなみに戦闘に関しては7ターンで終わってるので、こんだけ発動されたらかなりきついですよね。統率知力を100減らされるということになってますからね。で、さらにですね、自身が主将でない場合、主将は2回ダメージを無効化ということになってますので、相手の主将は全然削れませんよね。で、さらに知力をこんだけ下げられてしまうと、こちらからの攻撃のダメージっていうのは一切通らない。7ターンかけて、だって1000削れてないわけですからね。連関係なんか1回発動してますけど、1400しか削れてないということになってますので、いかに知力を下げられてるのかっていうところですよね。でですね、さらにこちら拳法破砕ですね。こちらはですね、技法状態にするという効果で、パッシブ戦法及び指揮戦法の発動が不能になるということになるんですけども、これが、3回発動させられてしまってるんですけど、諸葛亮のこの、固有戦法、指揮戦法がですね、発動できないということになったらですね、この、孫権のアクティブ戦法ですね、この餓死に招待みたいな強力な戦法ですね、こういったのを防ぐことができないということになってしまいますので、この5の部隊っていうのはですね、割と食と相性がいいのかなって思っちゃいますよね。でですね、この孫権に関してもですね、こういった国敵聖書みたいな戦法が7ターン中か6回も発動してるということになってますので、こんだけバンバン発動されたら勝てんわなっていう感じはしますよね。これもですね、やっぱりその孫権及び太子寺の連撃状態ですね、これが非常に効いてるということになってますので、この舞台はおそらく今 PK シーズンやってる方も、あとシーズン3やってる方も、組めるんであれば組んだ方がいいと太鼓判を押せる編成なんじゃないかなと思いますけどね。ずっとなんか苦渋を飲まされてる編成にはなってますね。次は天下層との対決ということで、ようやく5の舞台から逃れることができたということになってるんですけども、これ引き分けちゃってるんですよね。
相手槍ということなんで兵種相性的にはこちらの方が有利にもかかわらずですね、こちらは1万ぐらいしか削れてないのにもかかわらず向こうには2万削られてるということで、実質負けに近い引き分けということになっちゃってるわけなんですね。でなぜこんだけ分が悪い勝負になってしまったのかと言いますとですね、相手の諸葛亮がこちらの、宝刀に対してですね新規妙算をかけて、でその固有戦法が発動できなくなったせいでですね、連関係が8ターンのうち1回しか発動できてないということになってるわけなんですね。なんでこちらの、職弓という部隊はですね割とアクティブ戦法頼りということになってますので、新規妙算にかけられたりだとか、あとですね、先ほど見ていただいた射石陰雨ですね、ああいった戦法を連発で打たれちゃったりすると割と脆いんだなっていうところですよね。でもう宝刀はやっぱり3回ぐらいは戦法発動してくれんかったら勝てないのかなという気はしますけどね。ただ今回の戦法に関してはですね、発動1回で6700も削ってるということになってるので、火力に関してはね折り紙付きなんですよね。なんでこの連関係の発動率を上げるためにちょっとその宝刀に装備させてる無刀飛軍ですね、こちらは一応その相手にダメージを与えることがメインの戦法ということになってるんですけども、これをなんか白馬議長とかに変えた方がいいんかなっていう気にすらですねなってくるわけなんですよね、ただやはりここら辺はですねもういろいろ多分こう検証し尽くされてる編成だなとは思うんで、それでもなお無刀飛軍が一応テンプレとして推奨されてるっていうところを見るとやっぱこっちの方が強いんかなっていう判断で今も覚えさせてるんですよけどね。ただやっぱりあまりにこの連関係が発動できなかった時の弱さっていうのがですね目立つなという感じなんですけどね。まあ同じテンプレ編成でも麒麟弓とかだったらですね砲塔使うんですけども、あちらの部隊とかだったらどんな感じなんですかね。ちょっと僕持ってないのでその砲塔の戦法が発動しなかったも勝てるのかどうかっていうのがですねちょっとわからないんですけどね。もし知ってるという方がいらっしゃいましたらよかったらコメントなんかでいただけたらと思います。次は桃園盾との対決ということになってるんですけども、これもまたケチョンケチョンにやられてますね。こちらは8000ぐらいしか削れてないのにかかわらず相手には2万3000ぐらい削られてるということですね。ただこの対決に関しては兵種相性が悪いので、まあ、負けてもしょうがないのかなという気はするんですけども、で連関係に関してはですね2回発動してくれてるんですけど、その2回で与えてるダメージっていうのが6230しかないんですよね。先ほど見ていただいた天下層との対決の1回分にも満たないぐらいのですね撃破数しかないということになってるわけなんですけども、これはですね理由がありまして、こちら破陣再建ですね、これはですね、前回の動画かなでも紹介させていただいたんですけども、敵軍2人の統率知力を80減らすということになってるので、これ知力の減の数字って言ったらかなりでかいんですよね。で括弧武力の影響を受けるというふうに書いてるんですけど、張飛っていうとですね多分まだちゃんとは確認してないんですけど、このゲームの中だったら呂布の次に武力の高い武将やと思うんですよね。でこの影響を受けた時にどのぐらい知力を下げられるのかっていうのを見ていきたいと思うんですけど、はい、こちら、張飛が先鋒破陣再建を発動とあります。でですね、砲塔の知力が 140.71 低下ということが書かれてるわけですよね。この下がり幅はすごいですよね。80減らすっていうのがデフォなのに、武力の影響を受けた結果、追加で60ぐらい、ね、知力を下げられてしまってるっていうことなんで、こういったのも相まってですね、その、しっかりと、砲塔の固有戦法の火力っていうのが出せずにですね、結局削れずに負けてるという形になっちゃってるわけなんですね。正直相手は盾でしたけど、そのあんまり知力の高い武将がいない部隊だったので、ワンチャン勝てるかなと思って対決したような記憶があるんですけども、やはりちょっと厳しかったですね。相手の戦法なんかもしっかり確認してですね、こういう知力ダウン系の戦法がなければですね、もしかしたら勝てたのかもしれないなとは思うんですよね。8000は削ってるわけなので、なんでこの連関係っていうのを生かす方向、生かせる相手っていうのをしっかり見極めていかないとなかなか勝てないのかなという印象ですね。次はですね、集大損傷後両党との
対決ということになってるわけなんですけども、こちらの舞台はですね、今まで何度となく僕の中の動画で紹介させていただいてますし、僕自身もですね、もう現段階ではもう対人戦にも出撃させてるんですよね。この、今の見ていただいてる戦法の時はですね、まだ対人戦には出してなかったかなとは思うんですけども、ただ僕との組み方で違う部分と言ったらですね、相手が周体を主将としてるということですね。で、周体っていうのは結構そのタンカーなので首相に置いておくとゴリゴリ削られてちょっと危ないんじゃないかということで、あまり推奨はしてないんですけども、なんで実際この戦法を見たらですね、こっちは2万5000削られて、でこちらは1万3000ぐらいしか削れてないということでボコボコにやられてるんですけども、周体の兵力の残見たら125しか残ってないんですよね。なんでこれワンチャン勝ててたんですよ。なんでやっぱこの舞台で周体を首相に置くのはちょっと危ないかなっていうのがですね、ちょっと今回の戦法を見てですね、確信に変わったかなというところですね。で、さらにですね、相手これ餓死に昇炭持ってるんですよね。で、これが4回も発動されてるということで、4回発動されるともうこちらにですね、強行状態っていうのが付与されちゃってると思いますので、まあ動けないんですよね。で、その結果ですね、もう全然戦法が発動してないですよね。法政に関してはしっかり、こういう戦法が3回も発動してくれてるんですけど、法政が発動してくれてもね、やっぱり諸葛亮、あと法統がこういう戦法を発動してくれないことには、ちょっときついですよね。で、一応6ターン戦ってるんですけども、連関係は1回しか発動してくれてないっていうことなので、まあこれではこの舞台では勝てないのかなというところですね。でですね、またですね、相手部隊のアクティブ戦法っていうのがですね、こちらの、餓死に昇炭とこの戦軍一掃なんで、両党に覚えさせてる継承戦法ということになってるわけなんですけども、こちら準備ターンでの諸葛亮の新規名さんがですね、周体と孫昌子にかかっちゃってるんですよね。で、この2人っていうのはこういう戦法、アクティブ戦法持ってないので新規名さんかけても意味ないんですよ。なんでもう準備ターンの段階で負けは決まってたのかなっていうような内容になってますよね。ただうまいこと両党に新規名さんがかけられたとしてもですね、まあ勝てたかどうかっていうのはわからないんですけども、やっぱり5の舞台は苦手ですね。本当にもう大都督ぐらいかな、他とはもう対戦戦本がいいんじゃないかっていうぐらいですね、対戦成績は悪いということになってますね。はい、次は五芒神との対決ということになってるわけなんですけども、こちらは1万2000ぐらいしか削れてなくて、相手に1万6000ぐらい削られての負けということになってるわけなんですけども、まあまあ善戦した方なんじゃないかなとは思いますけどね。そのもともと最初の兵力っていうのが4000ぐらい開きがあったので、うまいこといけば勝ててたのかなっていう相手ではあるんですけども、こちら、新規爆速というですね、混乱状態にバンバンしてくるえげつない戦法があるわけなんですけども、こちらがですね、4回発動してるんですけど、この戦闘自体は6ターンで終わってるんですよ。なんで3分の2で発動されてるということで、こんだけ発動されたら、まあ、ちょっときついのかなという気はしますけどね。で、ただですね、こちら砲塔が連関係を2回発動することができてますので、割と相手を削ることができてるのかなというところですね。やっぱり連関係が回数発動してくれて、で、さらにデバフみたいなのがかけられてないっていうことだとですね、負けたとしてもですね、兵損はしっかり稼げるのかなという気がしますけどね。ここら辺は強みなんじゃないかなと思います。ただですね、これ、相手テイクと、書くということなんで、その両方アクティブ戦法に依存するような武将なんですよね。なんで諸葛亮からしたら結構美味しい相手ではあるんですけども、これですね、新規名さんがですね、核と核化にかかってるんですよね、今回。なんですけども、新規爆速をですね、4回も発動されてるっていうことは、新規名さんが全然発動してないやんけっていう話になってしまうんですよね。ここら辺でもやっぱり運の要素もあって負けちゃった部分はあるのかなと思いますけども、割とその強い編成と言われてるこの食弓でもですね、バンバン負けてるなっていうのがですね、この動画見ていただいてもご理解いただけるんじゃないかなと思います。はい、次はですね、食の盾部隊との対決ということになってますけども、これは干渉してますね。こちらがもう2万4000ぐらい削ってるんですけど、相手からは1万も削られてないということになってます。なんで、兵士相性は完全にこちらの方が、まあ、部が悪い感じにはなってるんですけども、こういった感じでですね、圧倒できてるというのはですね、やはり相手部隊のですね、まあ、長飛とか甲虫の知力が低いので、割とその、こちらの連関係がしっかり発動してくれたらなんとかなるのかなということ
ですね、2回しか発動してないんですけど、もう12,800も削ってるっていうことなんで、やっぱり知力の低い武将にとってこの砲塔の連関係っていうのは怖いんだろうなという感じはしますけどね。ぐらいから、まあ、あの A 戦法が多いっていうのもあるんですけどね。なんで、まあ、こちらの方あの一軍ではないかなとは思うんですけども、まあ、そのアクティブ戦法もですね、しっかりと新規妙算で防げれてると。なんで撃破数が2242っていうことになってるんで、まあ、こんぐらいですね、ちゃんとこちらの戦法っていうのは機能してくれたらですね、兵士相性の壁ぐらいは超えてくれるんだなっていうのが分かっていただけるんじゃないかなと思います。はい、こちらはまたですね、孫昌公領と周泰との対決ということになってるんですけど、で結局負けちゃってるんですよね。なんでやっぱり豪との相性悪いっていうのは先ほどお伝えした通りなんですけども、今回はですね2万以上削ってて、で削られてるのも23,000-24,000ということになってるので、割と勝負をしてるということになってるわけなんですね。で要因といたしましては、孫昌公に強行と天下大吉、あとですね両党に決命と臥薪嘗胆ということになってるので、これ十分新規妙算で防げるんですよね。アクティブ戦法が9つ中、噴水に来ても入れたら5つかもあるということになってるので、これだったらですね、諸葛亮部隊で戦えるということになるわけなんですね。なんで、こういった感じでですね、一応その相手武将はテンプレなんですけど、継承戦法はテンプレじゃないということになってるので、いい勝負になってるということで、やっぱり武将を揃えても戦法まできっちり揃えないとなかなか勝つのは難しいというの、まあ勝ってるんですけどね、うちが負けてるんですけども、その相性がいいと言われてるような相手に対してもですね、こういった感じでですね、がっつり兵力削られるっていうのがですね、ご理解いただけるんじゃないかなと思いますけどね。なんでやっぱりね、いかにこの相手の部隊っていうのを分析してぶつけるのかっていうのがですね、大切になってきますよね。パッと見だったら、あ、これやめとこうって思うような部隊ですからね。なんですけども、蓋を開けてみれば、こんだけアクティブ戦法が積まれてるっていうことだったら、あ、これ諸葛亮ぶつけたらワンチャンあるなということでですね、まあ、負けちゃってるんですけども、相手もかなり痛手を負ったという対決になってるんじゃないかなと思います。はい、次は陸遜三世との対決ということになってるわけなんですけども、圧勝してますね。これは結構意外でしたね。まあ、ただですね、相手の陸遜にハクビーがついてたりっていうことで、割とそのテンプレ部隊ではないという感じなんですよね、継承戦法がね。なんで、おそらくこの方の一軍ではないんだろうなっていう感じはするんですけども、そのおかげっていうのもあってですね、こちらは2万以上削ってて、逆にこちらは8000ぐらいしか削れてなく勝ってるっていう感じですね。でですね、一応この、陸遜三世っていうのはアクティブ戦法依存なところがありますので、諸葛亮だったらですね、割と防げるんですよね。逆に僕シズさんの時は陸遜三世使ってたんですけども、相手の天下層とかやったらですね、槍部隊ということで、その陸遜三世の弓部隊と相性がいいはずなんですけど、相手に諸葛亮がいるせいで結構負けるっていうことがあったので、やっぱこの諸葛亮をどううまく使うかっていうのが大事になってくるかなと思うんですよね。アクティブ戦法をたくさん持ってるような部隊に対してはですね、兵士とかあまり気にせずにぶつけていく方がいいんじゃないかなとさえ思えるような戦法内容ということになってます。次は陸大帝との対戦ということになってますね。艦大帝、孫大帝、陸大帝っていうですね、首相を誰かにして、あと副将太子寺帝府のこの部隊ってね、結構めんどくさいんですよね。強いですね。で一応引き分けてるんですけども、こちらはなんと8ターンかけて5000ぐらいしか削れてなくて、で相手にはですね15000ぐらい削られてるっていうことでですね、実質負けに等しい引き分けなんじゃないかなと思いますけどね。で、敗因といたしましては、やはりこの帝府の固有戦法ですね。ダメージを受けた時に、ある敵軍艦隊を強行状態にするということで、まあ、行動ができないという非常に強烈な制御状態を与えてくる戦法ということになってるんですけども、こちらのせいでですね、砲塔の連関係というのが、たった1回しか発動できてないということになってるわけなんですね。やっぱこうなってしまうと勝てないですよね。もう何度も言いますが、この職弓っていうのは、砲塔の戦法を打つ回数でもう勝敗が大きく分かれるんだなっていうところですね。でですね、またこれ5の部隊に負けてるっていうことになってるので、こんだけですね、弱みが多いとですね、やっぱりちょっと最前線では使いにくいなのかなという気がしちゃいますけどね。
はい、次はですね、呂布、花光炎、光月影の、呂布三世ですね。こちらはですね、雷血戦が登場したことによってですね、そのテンプレ編成に加わったということになってるんですね。本来ですと、この花光炎のところにですね、核化であったり、あと太子寺だったりっていうのをですね、入れるパターンが多いんじゃないかなと思うんですけども、雷血戦の登場でですね、多分花光炎を入れた呂布三世が一番強くなってるんじゃないかなと思いますけどね。で、この戦法はひどいですよ。たった、一旦で終了しております。っていうのがですね、呂布の天下武装が発動した上に、その一騎当選が3回、あと百騎豪栄が5回発動してて、で、それがですね、ちょうど首相の諸葛亮に刺さっちゃったという感じなんですね。これでも一気に壊滅させられたということになってるわけなんですけども、これ鬱陶しいのが一騎当選がめちゃめちゃ発動してることによって、副将にもですね、しっかりダメージが入っちゃってるんですよね。なんで、その、次の戦闘ですね、重傷明けもですね、兵力があまり回復してない状態で戦わないかんということで、非常に厄介ですね。なんで、そうですね、シーズン2で強かった超量編成ですね、のなんか強化版みたいな感じということでですね、まあ、ツボにはまると、やっぱりこの呂布三世はやばいな、強いな、というところですよね。まあこれうまいこと天下武装が刺さったからこうなったっていう考え方もできんことはないんですけども、その本来強い花光炎の雷血戦が、まあ言うたら生きる瞬間が一回もなかったっていうことになってますからね。なんでまあ仮に呂布のその天下武装が諸葛亮に刺さらなかったとしてもですね、割と削られるシーンっていうのは多かったのかなというところですね。やっぱり三星陣でアクティブ戦法持ちが少ないっていう部隊は要注意かなと思いますけどね。まあこの諸葛亮のですね、こういう戦法が呂布に刺されば天下武装が発動できないっていうこともあるかもしれないんですけども、これ花光炎が憲法破砕持ってるので、そこら辺も解除されちゃうっていうところもあるんですよね。まあそこら辺も考えて組まれた編成かなとは思うんですけども、割と鉄壁なのかなという感じはしますね。なかなか勝てないなというところなんですけどね。はい、次は東炎槍との対決ということになってるんですけど、これは圧勝ですね。こちらは2万3000削って、こちらは4000しか削られてないということになってます。まあ、勝因はですね、もう槍ということでですね、兵種相性がいい。さらに新規名山がかなり効いてて、その、ここだったらメインアタッカーが関羽長兵やと思うんですけども、全然戦法が発動できてないというところですね。逆にこちらの新規名山での撃破数は6800ということで、かなり高くなってると。で、さらに相手部隊の知力っていうのがそんなに高くないということでですね、もう言うことなしですね。こういった、まあ、戦法なんかを眺めて、あ、これやったらいけるわって思えるような部隊ですよね。ただ、相手もですね、兵種相性が悪い相手とはですね、なかなか戦いたがらないので、逃げられることも多いんですよね。なんで、こういった相手が見つかった時っていうのはですね、まあ、テンション上がって勇み足でね、突っ込んでいくんですけども、なかなか対戦には至らないっていうことがですね、多いなという印象ですけどね。はい、次は花光炎太子寺光月影というですね、これはスタダ編成かな。スタダでは非常に適した編成ということになってるんですけども、それはそのまま戦場に出てきてます。これはですね、やはりスタダで使った編成っていうのはレベルが上がってますので、これをですね、その対人戦に転用することによってですね、育成期間というのをかなり短く抑えられるというメリットがあるわけなんですけども、普通に負けてますね。もう、削った数もだいぶ負けてます。こちらは1万7000ぐらいしか削れてないんですけども、2万3000ぐらい削られてるということですね。まあ、範囲といたしましては、やはりまあ、三星陣は強いよというのとですね、相手にアクティブ戦法が1個もないっていうところですね。で、さらになんかもう天敵みたいになってる太子寺もいるので、もうこういった部隊っていうのはですね、本当に恐ろしいですよね。もうやっぱり諸葛亮部隊っていうのはアクティブ戦法がないと、相手にね、もうどうにもならんかなって、いうのとですね、砲塔の動きっていうのを抑えられたりとか弱体化される。まあ、この二つに該当するような相手とはですね、まあ、戦わない方がいいというのが職読みになってるんじゃないかなと思います。はい、次は出ました。ついに対決ですね。麒麟弓との対戦ということになってるんですけども、これもボッコンボッコンにやられてますね。こちら4000ぐらいしか削ってないのに、相手に2万1000ぐらい削られてるということになってます。で、範囲といたしましては、こちらが連関係発動できてないということなんですよね。もうこれに尽きるかなと思うんですけども、ただですね、相手に関しても連関係1回しか発動してないんですよね。なんで、まあ、これ以外の、やっぱり範囲と言うたらですね、相手は、その、諸葛亮や脅威みたいな武将もですね、しっかり活躍する機会が作れてるのに対して、
こっちはそれが全然できてないっていうところですね。何ターン戦ったんやろ、5ターンか。まあ割と後半まではもつれ込んでるというところにはなってるんですけども、やはりこの自力の差って言ったらいいんですかね、なんかアップグレードされたような舞台ですもんね。これ王政が脅威に変わってるっていう感じなんで、まあどっちがいいかって言われたら一目瞭然なんじゃないかなと思いますけどね。なんでここら辺はやっぱ時代を感じるのかなという気はしますけどね。アップグレードしたいなと思いますけどね。次はリクソン3世のアッシュですね。諸葛亮のところに、脅威を入れてるという感じですね。で、脅威っていうのは諸葛亮とですね、覚えさせる継承戦法は似てるんですよね。混迷乱城と廃中大王を覚えさせるって言ったらですね、まあ、この二人の武将になるのかなというところなので、本来の陸遜三世の諸葛亮のところの脅威っていうので、まあ、だいぶ穴埋めはできるんじゃないかなと予想されてるんですけども、これは割と干渉できてますね。まあ、元々の兵力っていうのが違うっていうのもあるんですけども、こちら1万9000ぐらい削ってて、相手には1万1000しか削られてないということになってますね。やっぱこれはですね、この諸葛亮の新規妙さんが刺さってるんじゃないかなと思いますけどね。一応その脅威が継承戦法、これ全部アクティブ戦法っていうことになってますし、先ほどの陸遜三世での勝利の時もそうなんですけども、この舞台はですね、やっぱアクティブ戦法依存なところがありますので、諸葛亮舞台で割となんとかなるのかなというところですね。あと連関係がですね、3回しっかり発動してくれてて、1万2000も削れてるっていうのも大きな勝因の一つなんじゃないかなと思います。はい、次は銀の舞台ですね。もしかして銀と戦ったの初めてかなっていうぐらいですね、なかなか当たらないということになってるんですけども、一応ですね、徐行巨長各将という割と珍しい編成にはなってるかなと思います。で、縦編成ということで兵士相性は悪いんですけども、まあなんとかかんとか勝ててるという感じですね。これ勝因といたしましては、やっぱり連関係が刺さって発動1回で1万も削ってるんですよね。なんでこれ相手部隊がですね、ちょっと知力が低いかなっていうところなんですよね。各将に関してはそんな低くないんですけど、残り2人に関してはまあ割と低いというところがありますよね。で、うまく相手が火力を発揮できてないというところですよね。まあ、言うとあれなんですけど、テンプレとかの編成ではないということになってますので、さすがにやっぱりテンプレで戦った場合はですね、兵士相性とかの壁を越えてですね、勝率なんかも上がってくるのかなという気はしますけどね。なんでね、やっぱりこういったそのテンプレじゃない場合の編成を使うときっていうのはですね、なんかツボにはまったらなんかこう勝てますよみたいな、一つね、なんか特化するような部分があるといいかなと思うんですけどね。で、その各所っていうのは割と安定感の高い武将ということになってるので、そこら辺でちょっと相性的にどうなんだろうなっていう部分が出ちゃったのかなという感じはしますけどね。はい、次は五個将軍との対決ということになってるんですけども、相手が槍編成ということにもかかわらずですね、引き分けちゃってますね。ただ内容を見るともうこちら2万8000近く削ってて、で1万も削れられてないっていうことなので、勝ちに等しい引き分けなんじゃないかなと思いますけどね。やっぱこの勝因といたしましては、槍編成に対しては割と強いというのがあって、でさらにこちらの砲塔の戦法っていうのですね、防いでくるようなタイプの戦法がないということになってますよね。ただ連関係は1回しか発動してないということになってるので、でさらにダメージもそんな高くない、3742しか、与えてないっていうところを見ると、もしかしたら、こうやって見たら、長かな、長の破陣再建が砲塔に刺さったのかなという感じはしますけどね。まあそれでもこういった感じで勝てるということなので、うまいことですね、これ連関係が2回とか発動してたらもう干渉してたんじゃないかなと思うので、やはり、前回の動画でもお伝えさせていただきましたけど、ここ将軍部隊ってそんなむちゃくちゃ強いという感じはしないんですよね。まあその諸葛亮の新規妙さんもしっかり発動して7900も削ってますからね、これも大きな勝因の一つなんじゃないかなと思うので、こういったまあアクティブ戦法でダメージを与えていこうっていう部隊の場合はですね、やっぱり諸葛亮は嫌なんだろうなって、逆の立場からだと思いますね。はい、いかがだったでしょうか。今回は食弓での対陣結果というのをですね、皆さんと一緒に見ていったという動画になってるわけなんですけども、まあ、まだ戦ってないようなテンプル編成もね、割とあったんですけどね、芝居立てとかね、そういったとのもう対戦してないですし、まあ今テンプル編成言うてもめちゃめちゃありますからね、全てと対戦のサンプルを取るっていうのはなかなか難しいところはあったので、まあ途中経過という感じでですね、今見ていただいたわけですね。
で、個人的な感想といたしましては、この職意味弱くはないんですけど、テンプレ PK のテンプレの中やったら弱い部類に入っちゃうんじゃないかなっていう気がしますね。ちょっと組んだことを後悔してます。これだったら他の部隊、まあ、例えば諸葛亮、張飛、あと誰か劉備みたいなね、組み方をした方が下手したら強かったんじゃないかなという気さえするという感じなんですけども、でさらにこの諸葛亮とか引ける気しないですし、宝刀なんかはもう重ねられる機会というのもほとんどないということになってるので、伸びしろもあんまないんじゃないかなっていう気がするんですよね。脅威さえ引けたらもう法制と切り替えて強力なテンプル編成はできるかもしれないんですけども、今これ PK シーズンにあえて組む必要はないのかなという気はしますけどね。ただその解体しようと思うほど弱くもないっていうところなので、今せっかくですね、レベルはまだ宝刀と宝星が45になってないという感じにはなってるんですけども、まあ、戦わせていこうかなとは思ってますけどね。で、また面白い戦法ができたらですね、こんな感じで動画にさせていただくこともあるかもしれませんし、あとツイッターなんかで割と僕こういう戦法結果とかをですねツイートすることあるので、よかったらフォローしていただけたらと思います。よろしくお願いします。そうしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。